こんにちは、池田琴美です。今シーズンからスタジアムレポーターを務めることになりました。ガンバ大阪のファン、サポーターの皆様、どうぞよろしくお願いいたします。今日は J1 リーグ第8節、アビスパ福岡戦です。待ちに待ったホーム開幕戦です。この楽しみにしていた思いを熱に変えて、選手たちを後押ししましょう。ガンバボーイ、はじめまして。わかる？わかる？池田です、よろしくお願いします。すごい、もういつも見てたんだよ、私は。やった、やった、お友達になれたかな。やった、嬉しい、スーパースターに会った気分。まもなく開場します。今日は小野社長がこちらのステッカーを皆さんに配られるということです。拍手があるということは、見えてきました。もうこの光景をね、望んで、待ち望んでいたファン、サポーターの皆さん多いですよね。私も拍手でエールを送りたいと思います。スターティングラインナップが発表されました。黒川選手は J1 初スタメン、そしてチュセジョン選手、レアンドロ・ペレイラ選手も加入後初スタメンとなっています。全員11人全員がこうハードワークするっていう印象の受けたチームですし、まあ、シンプルな、まあ、フォワードに高い選手もいるんで、そこに放り込んでセカンド拾って、で、まあ、散らしてクロス入れてっていう、まあ、すごいシンプルな攻撃ですけど、まあ、一番嫌な攻撃をしてくるとは思うんで、気をつけたいと思います。まあ、ホームの試合をこう、待ち遠しく待ってくださっていたサポーターの皆さんもいらっしゃると思いますし、僕らもやっぱりホームで試合するってことを楽しみにしてたんで、それを、そういう気持ちを前面に出しながら、皆さんと明日しっかり喜び合えるように、まあ、結果にこだわっていっていきたいなと思います。サイズの大きい選手がいて、腰においてパワフルだと思いますし、まあ、昨年、の戦いをベースに、チームとして、やるべきことをはっきりとしているチームかなというふうな印象があります。リーグ戦でまだネットを揺らしてないので、相手ボールに対してしっかりと向かっていく、そういったサッカーをしたいというふうに思います。背番号24、サイドを揺さぶる総国のハヤブサ、黒川圭介。ガンバ大阪の選手の皆さんがついにピッチに登場しました。もうこの姿を見るだけでちょっとグッとくるものがありますね。
いよスターティングイレブンも発表されて、千石さんのあの声を聞くと、あ、ホーム来たんだなと実感しますね。いよいよキックオフの時間です。高いボールを入れてきました。レアンドロ・ペレイラを狙った、その後ろからシュートは夏村上、出口のシュートです。左足で行きました。レアンドロ・ペレイラを取ると、取った、かわしきれませんでしたが、最後ラストタッチはどうでしょう。めぐってシュートいった。グティエレス、あ、取った。宇佐美、宇佐美、レアンドロ・ペレイラ、中に小野瀬、福田、クロスボール、ゴール前、レアンドロ・ペレイラ、パンチング、村上、宇佐美、枠に行かず。人数が入っている。ミドルレンジがチュセジョンのパス落として、宇佐美、パスが通った、井出口、うん、ここはチャンスになる。宇佐美に入った、宇佐美溜めてスルーして、パトリック、もう一回チアゴアベス、トラップしてかわして、フェイントから打てるのか、囲む福岡、宇佐美、もう一度パトリック、